社民党の福島みずほ党首が次期衆院選での獲得議席目標を語ったとのことですが、あまりにも非現実すぎてツッコミが殺到、大炎上しているようです。福島党首が語った大風呂敷を広げすぎた目標、老舗政党の社民党凋落の原因など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。社民党の福島みずほ党首が21日国会内で定例会見を行い、衆院選が間近に迫ったとして、何としてでも5議席、最低でも3議席以上の目標を掲げました。福島党首は、少し日程的にはタイトですが、一番早くて10月27日岩手の参院補欠選挙がありますから、これと合わせてやる可能性もある、10月11月で解散総選挙があると社民党を見てラストスパート、これから本当に追い上げて頑張るぞという選挙をやっていきたいと、解散総選挙の日程を見据えました。党首の福島氏と副党首の大椿優子氏は参院議員、参議院の2人と合わせて5議席になって、 NHK の日曜討論にも出れるっていうので頑張って、社民党がもっともっと見える形になるように5名当選目指して頑張っていくと、国政選挙で 2% 以上得票し、国会議員が5人以上いることを出演条件とした NHK 日曜討論の出演を目指すとしました。沖縄2区で現職の新垣邦夫衆院議員の勝利と、九州でのブロック比例はどんなことがあっても得る、他でも関東を含めたブロック比例での当選を目指すとし、社民党の勢力を本当に増やしていきたい、11ブロックすべてについて最低1人以上ブロック比例で当選できるようと意気込んでいました。福島党首は自民党総裁選について、誰が総裁になっても看板を変えても自民党は変わりません、自民党が変わるんだったらとっくの昔に変わっていると批判。その上で、自民党総裁選で看板変えたってそうは問屋が下ろさない、自民党の路線は変わらない、だから社民党で頑張るキャンペーンを自民党総裁選にぶつけてやっていきたいと訴えました。ニュースを深掘り。というわけで、福島党首が衆院選が間近に迫ったとして、何としてでも5議席、最低でも3議席以上の目標を掲げたということでしたね。社民党といえば、過去の社会党時代を含めれば戦後結党の老舗であり、かつては衆参250議席を有した巨人で、総理大臣まで輩出した名門でしたが、この凋落ぶりは目を覆うばかりです。その背景を一般論として語るなら、社民党が絶対に譲れない護憲9条が時代に合わなくなっているからでしょう。周辺3国から核の脅威にさらされ、ミサイルは飛来、領土領海は毎日のように侵されている中で、自衛権行使に制限を設けることは、自衛隊のみならず、国民の生命をも脅かすことになりません。それこそ、話し合いでなんとかなるのなら、核廃絶も領土問題も拉致問題もとっくに解決しているはずです。さらには、日本人のためではない言動も大きく影響しているのでしょう。先日も大椿優子副党首が、一般人ユーザーの日本の国会議員は日本人のために働く人のみにするべき、日本国籍を持つ人から選ばれてるんだから、国籍を軽視する人が国会議員、笑えるとの投稿を引用。社民党はまずは地方参政権から実現しようって立場だよ、日本に住んでるのは日本人だけじゃないからね、と投稿。また外国人のための政治をやるより、日本と日本人のための政治をやる人たちを支持しますとの投稿にも、政治は
国籍に関わらず、この国で暮らしている人たちのためにあるのです。政権与党の自民党だって、外国籍住民を排除して政治はやれないよ、と一般ユーザーの投稿に噛みついています。この大椿副党首の投稿には、すごく不思議なんだけど、社民党って、もう、議席が大変なことになってるのに。そんな主張ばかりしてて、次の選挙で消え去りたいの、大優子みたいな国会議員が出ないように、比例制度廃止を求めます。基本的なところから、おかしい社民党は、早くなくなってもらいたい。時間の問題だと思うが。また、こんな、おかしな政党と政策協議をする立憲の異常さ、日本に住んでいるのは日本人だけではないが、日本の政治は、日本人の政治家が、日本の国土や国益、日本人の生活と安全安心、生命財産を守るためにあります。政治家は、そのための存在でなければおかしい。そこに外国人が入る隙はないのです。まずは日本人優先。余力があれば外国人という順番であるべきですなど、批判が殺到していました。福島党首も、今月、原発の再稼働に反対する市民団体、再稼働阻止ネットワークと共に、経済産業省と交渉を行ったといい、処理汚染水の費用に、国と東電はいくら支出をしているのかという質問。東電の建設費が460億円。モニタリングが20億円、その他が75億円で、主に広報費であると聞きました。処理汚染水の広報費に75億円近くも払っているのは大問題です。と主張していましたが、この福島党首のポストに、X、旧Twitterの閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報、いわゆるコミュニティノートが追加され、処理汚染水という言葉は、全く不適切な風評加害と言うべきものであり、このような発言への対策として広報費が発生していますと、問題点が指摘されていました。つまり、処理汚染水という言葉を使うことにより、風評被害が拡大し、その被害を防ぐために、巨額の広報費が発生していると、福島党首の主張の矛盾を指摘されていました。専門家は、福島氏らが処理汚染水と呼ぶアルプス処理水は、トリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化した水のことです。トリチウムは放射性物質の一種ですが、もともと自然界に広く存在するもので、人体に与える影響はないとされていますから、アルプス処理水による健康影響は完全に無視できるレベルです。福島第一原発の廃炉に伴うアルプス処理水の海洋放出が2023年8月から始まり、これまで計7回の放出が実施されていますが、周辺海域の放射性物質濃度に異常はありませんと見解を述べています。処理水を汚染水と呼び続けることについて、福島党首は2024年2月の会見で、放射性物質は少量でも問題だ。処理汚染水の問題は極めて長期にわたる。完全に放射性物質が除去されている立証がされていないから汚染水と呼んでいると語っています。2024年1月には福島党首は日本の海産物の禁輸を続ける中国を訪問。政府高官と会談し、処理水の海洋放出に反対する意見で一致。また、7月には韓国を訪問し、国会議長と会談。ここでも処理水放出に反対することで、意見が一致していますが、X、旧Twitterでは、社民党が、わざわざ韓国まで行って、処理水のことを、汚染水などと風評加害を続けるから、無駄な予算を使ってるんです。日本人の税金ですよ。福島みずほ氏は、相変わらず汚染水と言って風評加害をやめないような、本当にどの口で言ってるんだこれなど、福島代表に対する厳しい意見が並んでいる
大問題ですとは、まさに特大のブーメランではないでしょうか。このような言動は氷山であり、日本人のために働く気概が全く見受けられない状況で、現状から議席を増加させる目標を述べること自体、意味不明と感じる国民がどれだけ多いことか。このまま緩やかに消滅に向かっていることは間違いないでしょう。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。社民党と共産党の区別ができなくなっている現在の社民党。日本を貶めることを生きがいにしていることだけは合致している奴ら。地方議員も参議院もいるから、いきなり党の消滅はないだろうけど、衆院選はゼロ議席を強く望みたい。自民党の批判だけじゃなく、福島第一を汚染水と呼んで世界に発信し、国民の敵になってる社民党。議席を増やしたい。なんで国民の敵の政党に入れなきゃならないんだ。国民のため、福島県のために何をした。言ってみろ。現行、沖縄の1議席。参議院でも福島党首と大椿副党首。どんな計算したら5、3議席なんて見通すんだ。沖縄の1議席死守するのがせいぜいでしょう。いらない自民議員と共に、日本にあってはならない社民党。反日福島みずほが議員であることは、大きく国益を損ねている。なぜ、この議員が日本の国会議員なのか？不思議でならない。マジでゼロにしたい。大椿とかいらない。福島はもっといらない。惰性で投票してるおじいちゃん。そろそろ日本に恩返ししようよ。みずぽに投票、ダメ。絶対。比例の、よくわからん議員と共に、早く国会から去ってほしい。日本のために仕事しないんだなら、税金の無駄。福島みずほ、大椿優子。共に、日本人にとって害悪である。そもそも、社民党自体が、売国党と化している。政界から消えていただきたい。絶対に投票したくない党の一つですね。社会党に民の字を入れて生きながらえている亡霊に過ぎません。何の主張もなく政党として恥ずかしいと思わないのかな？選挙区で勝てたのはかなり偏った沖縄くらいだし、その時に15人も送り込んで生き残ったのが一人。福島も大椿も参院の比例だし、来年の参院改選と衆院の任期終了で同時選挙しとくれよ。二度手間になって金がかかるだけだし、荒垣もそれまで生き延びられるぞ。自民党総裁選にぶつけるなんて、立憲民主党の代表選ですら埋没しかかっているのに、誰が注目するのかい？そうですね。なんとしてでもゼロ議席。そして水ポリンも。ただの人にしよう。消滅しても、全く、日本には、何の問題もないです。そういやー最近、福島さん見ないね。え？消滅したの？ふーん、そうなんだというレベル。前の感想。このニュース。あなたはどう思われましたか？福島党首、とんでもない妄想ですね。どこをどうすれば、そんなことができるのでしょう。で、あれば、自分自身が、参院を辞して鞍替えするのが、一番近道じゃないでしょうか。何より社民党の顔ですし、知名度もトップ。参院は、全国比例ですから、繰り上げ当選で、社民党の席は確保されている。
本当に統制の拡大を望むのであれば、自らが先頭に立って意思を示すべきだと思うのですが。まあ、絶対にやりませんよね。そんなリスクを犯す勇気も心意気もあるはずがありません。黙っていても、そのうち消え去る運命は避けようがありません。それが少しでも早まってくれれば、なおいいのですが。そう思っているのは私だけではありませんよね。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。